どうも、エレノアです。今回は1ヶ月前に買った磁石が、中国から届きました。やっとです。磁石って言っても普通の、磁石ではない。ネオジム磁石です。世界一強力な磁石と、言われています。最近だと EV のモーターに、使われているらしいです。そんな強力な磁石を、何に使うのか？ミニ四駆にぶち込んでみます。回るのかも速くなるのかも、知らないですが興味本位で、買ってみました。130型モーターって、言うんですかね？楽天とかアマゾンで売ってたら買おうと、思っていたんですが、なぜか中国のサイトで見つけてしまってそのまま買ってしまいました。これが130モーターに、使える曲がったネオジム磁石。両手で持ってネオジム磁石を近づけると5センチぐらいでぐっと両手を引き寄せられます。めちゃ強力です。1ピース外すのもかなり強力にくっついています。残りの磁石を持ってなぜか近づけてしまって磁石がまたくっついてしまいました。さすがに、あ、割れた、終わったと思いましたが傷一つもありませんでした。ネオジム磁石ってかなり強度があるらしいです。知らんけど、20センチぐらい離れたところでも磁石が反応します。かなり強力なのがわかります。バチンと手挟んだら痛そう。こちらのミニ四駆、前回改造したモーターが搭載してあります。改造したモーターにネオジム磁石をぶち込んでみたいと思います。イエーイ。一回モーターをバラしているので簡単。シャーシからモーターを取り外し、プラスチック部分を開けます。痛い、指にドライバーが当たりました。怪我はしなかったですが痛いです。モーターの軸を外します。やらかしました。ブラシ部分が多分潰れました。後で直します。モーターの中の磁石をネオジム磁石に変えるだけ。めちゃ簡単です。への字に曲がったものを突っ込んで引っ張り出せば磁石が取れます。ネオジム磁石を入れます。注意としては N 極と S 極を間違えるとモーターが逆に回転します。ただそんな見分けることがわからないので適当にネオジム磁石を入れます。強力すぎてそのまま入っていきました。こんな感じでネオジム磁石を入れます。次は磁石の固定するピンを入れます。ピンを押し込みます。あとはコイルを入れて組み立てるだけ。モーターの軸受けをベアリングにしたのはいいんですが、モーターのカバーに固定させていなく軸とコイルが前後してしまいます。なのでワッシャーで固定してみます。これでコイルがカバーで前後するのを防ぐことができると思います。多分ワッシャーはミニ四駆の部品をニッパーで切ってペンチで曲げて無理やり入れるだけ。前後に1枚ずつ入れてコイルを固定させます。反対側にもワッシャーを入れます。これで前後するのを完全に防げると思います。モーターを組み立てます。ネオジム磁石のモーターの完成です。イエーイ。
回してみたいと思います。位置を回転数の測定できるアプリを用意しました。回転中に何かと接触してるような音が聞こえます。軸がずれている可能性がありますね。回転数もそんなに高いとは思えないですが、3万4000回転と出ます。改造されたモーターは正確な回転数が出ないかもしれないですね。ノーマルモーター。回転数は約1万7000。これが原因と思われます。ベアリングとモーターのカバーの隙間が原因だと思います。この隙間を埋めるにはセロテープぐらいしか思いつきません。とりあえずセロテープを細く切り、巻きつけてみます。ベアリングの回転が良くなりました。モーターを元に戻します。ベアリングが固定されればワッシャーはいらないですね。通電、回ります。回転数を測定してみます。回転数は約1万7000回転。ノーマルモーターの回転数に戻ってしまいました。トルクはどうなったか。シャーシに組み込んで回してみます。回らん。タイヤを回したら回りました。全然パワーがない気がします。ハイパーダッシュモーター改造したネオジムモーター、なんかパワーがない気がします。トルクを計測する機械がないので確かめようがないのが残念。今回は失敗に終わりました。何が原因でトルクが落ちてるのか調べて、次回はまた再挑戦でもしてみようかなと思います。以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。